二種の揚げバター。あーまたこのバター丸ごとね、そうですっていうことなんですか。バターを揚げちゃうということで、もうこれはね素晴らしいですもんね。一応こちらがですね、もう翼のギルティレシピ第2弾ということで、はい、外はねサクッとした食感なんですけど、中はねこうジュワッと出てきまして、なんともたまらないおやつになっております。今回2種類ということなので気になります。そうなんです、2種類ありますんでね、はい、どんな感じかチェックしてみてください。では材料見ていきましょう。こちらです。まず有塩バター、そしてレーズンバター、こちらが各 50g ずつ、ホットケーキミックス 100g、 牛乳 60cc、 粉砂糖小さじ1、シナモン小さじ1/2、メープルシロップ、揚げ油は適量ご用意ください。では早速作っていきましょう、はい、こちらをご覧ください、はい。こちらですね、バターとあとレーズンバター、これですね5等分にして、どうでしょう、分かりやすくね、はい、爪楊枝でこんな感じで刺してありますね、うんうん、で刺したら冷凍庫に入れてください、はい、冷蔵じゃなく冷凍でしっかりめにね冷やしておいてください、はい、冷やしたらですね、こちらです今度は、はい、粉砂糖とシナモン、これ混ぜ合わせておいてください。粉砂糖が小さじ1で、シナモンが小さじ1/2ですね、うんうん、いい香りがするやつです、はい、そしたら今度はこちら、はい、ボウルです、はい、はい、この中にですねホットケーキミックスと牛乳を入れて混ぜていきます。ホットケーキミックス100に牛乳が 60cc ですね、入れていきます。はい、入ります。でこれを混ぜていくと、はい、混ぜるの大丈夫ですか。ちょっときつくなってきたんでね、していただく。早いですね、混ぜ混ぜしますね。はい、しっかりと混ぜてくださいね。すごい嫌です、はい、今ここから見た方はわからないですよね、こういう状況が。無駄口叩かないで、うん、しっかり混ぜてください。はい、あ、ダマができてますよ、はい、うん、あのね、周りについてる、はい、この辺 も、 ここも、ね、これも落としてくださいね、はい、うん、厳しいですね。なんだかんだ私初めてここで混ぜました。本当ですか。ちゃちゃっと男でした、はい、いい混ぜっぷりですよ。しっかり混ざりましたか。これ混ぜたらね、カメラさんに見せた方がいいですよ、はい、こういうのは。そうですね、うん、あ、こんな感じ、はい、しっかり混ざりました。混ざりました、はい、ありがとうございます。そしたら次の工程いきますよ、はい、こちら、はい、でですね、油を今、鍋に入れまして、180度ほどにね熱しております。はい、しっかりとね余熱して温めてあげてください、はい、温めたらですね、大丈夫ですか、はい、あ、大丈夫ですよ、はい、あ、この使ったやつは、ね、直した方がいいですよ、はい、うん、次使わないのでね、ぎっくり腰になったとか厳しいですね。ではですね、はい、バターとあとレーズンバターですね、はい、こちらをですね、うんうん、冷凍庫から取り出したものをこのホットケーキミックスにこうしっかりと絡めてください。こんな感じですね、綺麗な形になってますね、可愛いですね、はい、これをですね揚げていきます。揚げるからこうバターを事前に冷凍庫に入れておいて、そうなんです、早くしておくわけですね。これが常温だったりするとですね、うん、形がねすぐ、うん、あの溶けちゃってね、うんうん、保てないのでね、しっかり冷凍で冷やして揚げてください。はい、じゃあ次はバターですね、はい、はい、やけどに気をつけてくださいと、はい、腰にも気をつけてくださいね。気をつけてくださいね、本当。でこんな感じで入れるんですけれども、はい、一応ですね高温で、きつね色になるまで揚げてもらいたいんですが、はい、これで注意書きが書いてますけれども、ね、バターがね溶けてなくなっちゃったら大変なので、まあ、さっとね時間をかけずに揚げていきましょう。ちょっとね見てみましょうか。先にやったのがこっちですね、はい、どうかな、でしょうか、どうかな、どうかな、あ、はい、あ、いい感じだ、いい感じじゃないですか。こんな感じで、あまりね長くやるとですねバターが逃げちゃいますんで、はい、ふんわり仕上がってそう。そうなんですよ、こんな感じで揚げてください。はい、で全てね揚げ終えたらですね、こちらを、器に盛り付けていただいて、バターにはメープルシロップ、レーズンバターにはシナモンシュガーをかけたら、このような感じで完成でございます。はい、2種の揚げバターを作ってもらいました。